今回はいわゆる美女と野獣のカップルっていますよね。ルックス的に不釣り合いなカップルとか、あとは女性の場合だったら、ね、よくありますけど、なんであの子があんないい男性と付き合ってるのみたいな現象あると思うんですけど、あれがなんで起きるのかというか、どういう条件で起きるのかということを解説します。でこれをですね言うと、大体例えばね、いやいやいやね、ブサイクの男に美女がいたら、絶対お金なんでしょとか、ね。あんまり可愛くないね、女の子にイケメンの男とかがいたら、なんかすごいね、こう、床上手なんじゃないかとか、なんかそういう風にですね、思う方がいると思うんですが、実はあれ違うんですよ。そういう特定の技術だったりだとか、あとはそのお金とか、そういったもので決まる場合ももちろんあるんですけど、実はこのルックスが不釣り合いな、ですね、カップルをですね、の成立条件っていうのは別にあるんですよ。これ何かっていうと、実は付き合う前に、付き合うよりも前にする、あることが、その、ルックスが不釣り合いなカップルを生むための条件になってるんですね。で、これを理解して皆さんが上手に使うと何ができるかっていうと、これ非常に簡単なところで、要するに、自分がルックスが不釣り合いな相手をゲットできるんです。要するに、高嶺の花とか、自分では、まあ、自分のルックスでは手に入らないような異性をゲットすることができるというですね、お話なんですよ。なので、今日はそんな、ルックスが不釣り合いな相手、あるいは、ちょい自分から見るときに無理めに見える相手を落とすためにはどうすればいいか、あるいは自分的に、まあ言い方悪いですよ、これ悪い言い方すると、ちょっとレベルの低い相手と付き合ってしまうということを起こさないためには何に気をつければいいのかという話をしたいと思います。まあ、基本的にはルックスが自分よりも上なんですね、相手を落とすにはどうすればいいかということをですね、調べた研究をご紹介したいと思います。はい。でですね、一般的に言うと、人間はあらゆる面でレベルが似ている相手と付き合います。で、これはレベルが似ているっていうのがポイントで、例えば趣味が合うから仲良くなるわけじゃないんですよ。趣味が合うときっかけにはなるんですけど、恋愛関係に発達するかすると、これはまた違う話なんですね。例えば趣味が合うだけで付き合うんだったら、もうゴルフに行ったらさ、女の子はみんなおっちゃんと付き合っちゃうわけじゃないですか。ゴルフに行くおっちゃん多いから。そう。とか、ね、じゃ同じライブに行く人たちってのは、同じアーティストのライブに来るのが趣味ですよね。じゃあ付き合うかって言ったら誰でもいいのかって言ったら、そうじゃないじゃないですか。だから、一緒に行う行動っていうのは、確かにきっかけにはなるんですけど、それはですね、実は、その、いわゆる付き合うことに対する条件としては弱いんですよ。で、一般的にはですね、じゃあ何が一番大事かっていうと、付き合うってことが大事なんです。あらゆる点で。例えば、IQ ってのはカップルで似てくるんですよ。同じぐらいの IQ の人とやっぱり付き合うことが多くなるし、美女は基本的にはイケメンと、付き合うことが多いし、外見なんか特にそうなんですよ。もうほどほどの外見の人ってのはほどほどの外見の人と付き合うことが多くなるし、まぁ、ちょっと見た目微妙な人ってのは見た目微妙な人と、付き合うという傾向があるんですよ。で、これ心理学だと、同類交配って呼ばれている現象で、やっぱりイケメンには、美女が、付きますし、逆もしかりだし、そうじゃない人っていうのはそうじゃない相手がやっぱりくっつきやすいというふうに言われてるんですよ。で、そういうのはこれ一応常識なんですが、一方で人間のですね、実は、パートナーの好みっていうのは全然変わると。だからって考えたら、今言ったみたいに同じレベルと付き合うってことを考えたら、例えばイケメンの人っていうのは美女としか付き合わないと、あるいは美女っていうのはイケメンしか相手にしないというふうに僕ら思いがちなんですが、人間の好みっていうものを考えると、人間のですね、実は好み、特にこのパートナー、恋愛対象に対する好みというのは98% が環境とか、状況に依存しているということが分かっているので、この状況の部分をコントロールすることができれば、相手がですね、いわゆるその見た目的にすごいこう魅力的な人、男性あるいは女性でも落とすことができるようになりますよってことがですね、先行研究で分かってるんですよ。だからやっぱり女性でも男性でもそうですけど、あなたの理想のタイプはって聞けますよね。で、聞いて、私はこういうタイプが好きです。いや、俺はこういう女の子が好きですってことを言っても、実際に理想のタイプ、その人が過去に言っていた、あるいは今言っている理想のタイプと付き合っていたりとか、結婚してるかって言ったらそうじゃないんですよ。そう、実は理想と現実っていうのは違う。これは悪い意味でもいい意味でも違うんですけど、まあ悪い意味で言うんだったら、やっぱり理想をつかめる人は少ないっていうのと、いい意味では人間の好みっていうのは今言ったみたいに環境に依存するんで、その人とどういう風に出会ったかとか、そういうのって変わるんですよ。で、この中でルックスが不釣り合いなカップルが生まれるケースは結構あるんですね。で、こういったケースを調べたら、もしかしたら自分のいわゆるこう手に入れることができるようなルックスのレベル、見た目のレベルよりもレベルの高い人をですね、ゲットできるんじゃないのってことをですね、調べてくれたのが今回の面白い研究なんですね。こちらですね、テキサス大学が行った研究なんですが、なんとですね、ルックスのレベルが同じになる人たちっていうのは、付き合い始めるまでの時間が結構短かったんですね。つまりイケメンっていうのは美女とすぐ付き合うわけです。美女っていうのはイケメンとすぐ付き合うわけです。っていうふうに自分の見た目と同じレベルの人たちっていうのは付き合うのが早かったんですよ。
逆に言うと付き合いまでの期間が短いカップルっていうのはルックスのレベルが同じだったんですよ。一方で付き合うまでに友達の期間が長かったりとか付き合うまでの時間がですね、長かったカップルっていうのはルックスのレベルに差が出ていたってことが分かったんですね。つまりすぐ付き合ったカップルっていうのはルックスが同じレベルだったと。逆に付き合うまでに時間を要したカップルってのはルックスのレベルに差があったと。男性でも女性でもね。っていうことがですね、この研究から分かったんですよ。で、ちなみにですね、これルックスの違うカップルっていうのはですね、幸せになるの？イケメン同士、イケメン同士おかしいな。まあ、イケメン同士のカップルもいるかもしれないですけど、イケメンと美女のカップルと、まあ、例えばイケメンとそうでもない普通の女性、あるいは美女と、イケメンじゃない男性の組み合わせとかっていうのがあると、やっぱり差があると幸せにならないのってこと、ならないんじゃないのってこと昔から言われてるんですが、これ美男美女のカップルと不釣り合いなですね、ルックス不釣り合いなカップルの、幸福度のですね差っていうのがないということもですね同時に分かったんですよね。つまり何が言いたいかっていうと、付き合うまでの期間が短い場合っていうのは外見的な特徴に縛られるんで、イケメンは美女と、美女はイケメンと付き合う傾向があるんですが、ある程度友達の期間を長くしてあげて、お互いのことを理解するような時間を保ててあげればどうなるかっていうと、ルックスは関係なくなるんですよね。だから逆に言えば自分の性格をうまくアピールすることさえできれば、あるいは相手に気に入ってもらうことができれば、自分よりもですね、まあ、いわゆるレベルの高いですね異性を落とすことができるようになるというのがですねこの研究なんですよ。実際研究者のコメントとかを見てみてもですね、やっぱり他人とのコミュニケーションの時間が長くなるにつれて、最初の印象を超えたですね、相手の内面というか独自の印象をですね、に気づいたりとか、それを育むですねチャンスっていうのがですね生まれてくるということが分かってるんですね。だから結局僕らっていうのは初対面の場合だったら造形美に対して目を向けるんですが、あれでは友達の期間が長くなったりとか人間関係ができてくると内面の美しさ、つまり自分が勝手にこの人のこういうところが素晴らしい素敵だというふうにですね思う場所に目を向けるようになってっちゃうから、結局あれなんですよ、外見っていうのはその付き合うまでの関係が短い場合、付き合いが薄い場合っていうのは外見が大事だけど、長くなってきた場合っていうのはその判断に外見もあんまりかかってこないんだよというですね、そういうですね、ことが分かりましたという研究なんですよね。面白いんですよね。だから、もし皆さんが自分に、のルックスに自信がない、あるいは、自分のルックスよりも上目な人をですね、落としたいと思うんだったら、信頼できる友達のポジションをぐっと保っていただいて、3ヶ月とか、保ってもらって、そっから、お互いの悩みが分かって仲良くなったところで告白するということをしてあげた方が、見た目に自信がない人ってのは恋愛の勝率が高くなりますよというですね、お話なんですね。ぜひですね、参考にしてみてください。で今日はですね、そんな、モテる、ようにですね、なる。で、かつ外見が関係なしにですね、外見関係なしにですね、モテ度を上げてくれるためのですね、方法を、まとめた動画をご用意してますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。今日のですね、おすすめの動画は番組タイトル下の説明欄とコメント欄に入っております。今日のおすすめの動画、一つ目は、ほぼブルターニュ大学式、ブルターニュ南大学の、持ってるだけでモテるアイテム研究をまとめということで、ブルターニュ南大学、ブルターニュスブ大学って言うんですけど、この大学結構面白くてですね、モテに関する研究いっぱいやってるんですよ。例えば女子はバストをどれぐらいまで持った方がいいのかとか、ハイヒールの高さ7センチが一番ベストなのとか、そんなことですね、調べてちょっと変わった大学なんですが、この大学が、持っているだけでモテるですね、モテアイテムですね、科学的に正しいモテアイテム、こういったものをですね、調べるとですね、ちょっとまあ非常に面白い鬼のような研究をやりまして、これどうやって研究費もらったんですかね、わかりませんが、そういった研究をまとめたですね、持ってるだけでモテるアイテム集という動画をご用意しています。これがですね、今日のおすすめ動画一つ目です。二つ目の動画は、最新科学が明かすえげつないモテる性格の作り方という動画です。でこれは今日の考え方とセットにしてください。さっきも言った通り、人間ってのは初対面とか最初の頃は外見が大事なんですが、3ヶ月を超えてきたあたりから内面の部分に目を向けて相手への好みを決めるようになるんですよ。でもこれ逆に言ったら、内面とか性格が残念だったら、まあ、実際から見た目も残念だったら、見た目で初期は振られて、で、3ヶ月以降もやっぱり振られるという風になっちゃうんで、性格だけは変えた方がいいと。で、外見はなかなか整形とかしないと変えられませんが、内面はね、ちょっと意識するだけでモテる性格が作れるんですよ。じゃあどうやったら科学的にモテる性格が作れるのかというと、それをまとめた動画が今日2つ目の動画ですね。最新科学が明かすえげつないモテる性格の作り方ということで、もうこれ露骨な言い方すると生体験、ワンチャンいける回数が増える、性格をですね、分析した、研究をもとにしたモテる研究のですね、科学なので、ぜひですね、こちらもチェックしてみてください。二つ目の動画も番組タイトル下の説明欄とコメント欄に入っております。そして、三つ目の動画はですね、メンタリスト本気の心理学的モテトレーニングということで、モテるためのですね、方法に関して質疑応答形式で、解説している動画になります。これも結構おすすめなんで、よかったら迷ってるという方は見てみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。